皆さんこんにちは。今回の動画では EPA の利用に向けて自己申告制度の原産地手続きについてご説明します。我が国においてもますます利用が広がる EPA。 EPA とはエコノミック・パートナーシップ・アグリーメントの略称で、経済連携協定と訳されます。これは特定の国や地域同士での貿易を促進するために、輸出入にかかる関税の撤廃・削減などを約束したものです。この EPA を通して特定の国・地域の産品により低い税率を適用することが可能となり、 EPA の相手国との輸出入の際にかかる関税が安くなります。 EPA を利用するためには大きく4つのプロセスがあります。ここでは輸入する場合のプロセスについて説明しますが、輸出する場合も基本的に同じ流れとなります。1つ目のプロセスは、輸入先国と日本が EPA 等を締結しているかどうか確認すること。2つ目のプロセスは、輸入する物品は関税引き下げの対象となっているかどうか確認すること。3つ目のプロセスは、EPA における相手国で作られた原産品であるかなど、原産地規則を満たすかどうか確認すること。4つ目のプロセスは、税関での申告に必要な書類、原産地証明書などを整え、EPA 税率で輸入申告をすることです。なお、輸入申告後には、日本税関からの事後的な確認に対応いただく場合があります。このうち、3つ目のプロセスの EPA における相手国で作られた原産品であるかなど、原産地規則を満たすかどうか確認することについては、動画 EPA の利用に向けて原産地規則の中で詳しく解説しています。ぜひご視聴ください。今回の動画では4つ目のプロセスである、税関での申告に必要な書類、原産地証明書などを整え、 EPA 税率で輸入申告をすることについて解説します。EPA を利用するためには、輸入する産品が EPA の相手国の原産品である必要があります。ではどのような産品であれば原産品と認められるのでしょうか。そのためのルールは各 EPA の協定条文で定められており、このルールを EPA 原産地規則と呼びます。貨物が EPA 原産地規則を満たす原産品であることを確認できたら、次のステップはそのことを証明する書類を整え、輸入国税関に提出することです。日本への輸入の場合には、日本の税関に証明書類を提出します。この原産品であることを証明する書類を作成して提出するなどの EPA 税率を適用するための手続きを原産地手続きと呼んでいます。原産地手続きの方法として3つの制度があります。1つ目は第三者証明制度です。輸出者が輸出国の発給機関に証明書の発給を申請し、発給された証明書を輸入者が輸入国の税関に提出する制度です。2つ目は認定輸出者制度です。輸出国からあらかじめ認定を受けた輸出者であれば、自ら証明書を作成できる制度です。3つ目は自己申告制度です。今回の動画ではこの自己申告制度に基づく原産地手続きの方法について解説します。自己申告制度とは、輸入者、輸出者、または生産者が原産品であることの証明書類を自ら作成できる制度です。輸出国の発給機関に証明書の発給を申請したり、輸出国からあらかじめ認定を受けたりする必要がないので、輸入者、輸出者、
または生産者において産品が原産品であることをしっかり確認できていれば、コストや手間の削減につながるというメリットがあります。自己申告制度を採用している EPA 等は2023年10月現在6つあります。 CPTPP、 日 EU EPA、 RCEP などメガ EPA とも呼ばれる主要な EPA で採用されています。ここからは税関商事の A さんのお話を伺い、具体例を踏まえて説明していきます。 A さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日は EPA の利用についてご相談があると伺っていますが。はい、弊社はカナダからノンアルコールビールを輸入する予定です。 CPTPP を利用して日本に低い関税率で輸入したいと思っているのですが、原産地手続きの方法が分からなくて困っています。わかりました。 CPTPP とは日本やカナダをはじめ複数の国が参加する大きな EPA ですよね。一緒に手続きの方法について学んでいきましょう。原産地手続きの前に、まずは原産品であることの確認をする必要があります。輸入予定のノンアルコールビールについて CPTPP の原産品であることは確認されていますか？はい、カナダの輸出者から入手した資料で CPTPP の原産品であることを確認しました。それは素晴らしいですね。もしよかったら、どのように原産品であることを確認されたのか教えていただけますか？もちろんです。 CPTPP を利用してノンアルコールビールを輸入するにあたり、産品が CPTPP の原産品であることをどのように確認したのかご説明します。よろしくお願いします。まずカナダの輸出者に輸入予定の産品であるノンアルコールビールについて、どのような材料を使用しているのか、生産をカナダで行っているのかということを確認しました。材料については大麦、ホップ、水、酵母ということが確認できました。その上でそれぞれの材料が原産材料か非原産材料かということを確認しました。原産材料とは CPTPP の原産地基準を満たして原産品と認められる材料。一方、非原産材料とは原産材料と認められない材料や原産材料かどうか不明な材料ですよね。今回のノンアルコールビールの材料のうち、非原産材料のものはありましたか？材料に含まれていた大麦については、CPTPP の締約国でない第三国から輸入されたもので、非原産材料であることが判明しました。それ以外の材料については、カナダの原産材料であることが判明しました。なるほど。今回輸入を予定している産品は、非原産材料を使用して生産する産品だったのですね。はい、非原産材料が含まれる場合でも原産品として認められることはありますよね。はい、非原産材料が含まれる場合でも原産品として認められる場合があります。確認の仕方について説明します。第三国から材料を輸入する場合など、EPA 締約国の原産品でない材料を使用する場合には、 EPA 締約国内で大きな変化が起こっていることを確認する必要があります。この大きな変化のことを実質的変更と呼びます。何を実質的変更と認めるかの基準は、各 EPA の協定の付属書などに品目別に定められており、これを品目別規則またはPSR と呼びます。詳しくは動画 EPA の利用に向けて原産地規則でご説明していますので、ぜひご覧ください。今回産品のノンアルコールビールの生産には第三国から輸入した大麦を使用していますが、 CPTPP 締約国のカナダにおいて
大麦からノンアルコールビールへと大きな変化が起きており、これは CPTPP で定められた実質的変更に該当しています。つまり、CPTPP の品目別規則を満たしていると認められます。したがって、ノンアルコールビールは CPTPP 上の原産品として認められることになります。なるほど。だからノンアルコールビールは CPTPP 上の原産品として認められるのですね。ちなみに実質的変更にはどういった基準があるのでしょうか。はい、実質的変更の基準には産品の関税分類番号、生産において付加された価値や特定の生産工程が域内で行われているかなどに着目した基準があります。各 EPA の品目別規則に基準が定められているので、どのような基準が採用されているのか、ぜひ確認してみてください。わかりました。それではいよいよ原産地手続きについて見ていきましょう。 CPTPP では自己申告制度が採用されています。そうなんですね。自己申告制度では誰がどのような証明書類を作成すればよいのでしょうか。まず証明書類の作成者ですが、産品、すなわち今回の場合はノンアルコールビールの輸入者、輸出者、または生産者であれば作成できます。ただしそれら3社のうち原則として原産品であることを確認した方が作成するように注意してくださいね。作成者は産品が原産品であることに関する情報を保有していることが前提とされ、税関の求めがあった場合にはその情報について説明する必要があるためです。なるほど。では今回は当社において原産品であることを確認できているので、当社が作成し輸入者による自己申告を行うことにします。証明書類の作成について詳しく教えていただけますか。もちろんです。まず自己申告制度では原産品申告書と呼ばれる証明書類を作成することになります。原産品申告書の記載事項は EPA ごとに異なるため、利用したい EPA に応じて確認が必要です。税関ホームページにEPA ごとの様式見本を掲載しているので、それらを使用して作成することがおすすめです。それでは CPTPP における原産品申告書の作成方法について説明しますね。お願いします。こちらが CPTPP 原産品申告書です。初めて見ました。難しそうな項目がたくさんありますね。一つ一つ確認していくと難しくないですよ。一緒に作成していきましょう。最初の項目では、輸出者の氏名または名称、住所、電話番号、電子メールアドレスを記載します。住所には国名を含めます。次の項目では、生産者の氏名または名称、住所、電話番号、電子メールアドレスを記載します。こちらも住所には国名を含めます。また生産者が複数いる場合には、複数と記載するか生産者の一覧を添付しましょう。今回は輸出者と生産者が同じなのですが、どう記載したらいいでしょうか。その場合はこの項目の記載は不要なので空欄のままで結構です。わかりました。次は輸入者に関する項目です。輸入者の氏名または名称、住所、電話番号、電子メールアドレスを記載します。住所は日本国内である必要があります。次は産品に関する項目です。ここでは産品ごとにその品名を記載します。品名の記載は必須です。
また品名は輸入申告において EPA 適用の対象となる産品を特定できるように詳細に記載しましょう。判明している場合には仕入れ書、つまりインボイスの番号も記載します。記載欄が足りない場合には別紙に記載して添付するなど、原産品申告書と一体であることが確認できるように作成しましょう。続いては関税分類番号の項目ですが、 A さん、関税分類番号についてはご存知でしょうか？聞いたことはあるのですが、詳しくはわからないです。では簡単にご説明しますね。お願いします。関税分類番号は HS 番号または関税率表番号とも呼ばれます。 HS 条約という国際条約で定められた産品を体系的に分類する品目表に基づいた産品ごとの6桁の分類番号です。また関税分類番号は5年ごとに改正されます。例えば今回輸入するノンアルコールビールは第220290号に分類されます。なるほど。産品一つ一つに応じた番号が定められているのですね。はい、その通りです。関税分類番号については前回の動画で詳しく説明していますので、そちらも合わせてご確認いただけるとより分かりやすいと思います。わかりました。では改めてこの項目には産品に応じた6桁の関税分類番号を記載します。関税分類番号には5年ごとの改正に応じた複数のバージョンがあるため、各 EPA の品目別規則が採用しているバージョンに基づいた番号を記載しましょう。2023年10月現在 CPTPP では2012年版の HS バージョンが採用されています。その他、自己申告制度を採用している EPA につき、日オーストラリア EPA は2012年版、日 EU EPA、日英 EPA、日米貿易協定は2017年版、RCEP は2022年版の HS バージョンが採用されています。続いての項目は、適用する原産性の基準についてです。アルファベットがたくさん書いてありますね。これらはどのような意味なのでしょうか？はい、適用する原産性の基準とは何かという点と合わせてご説明しますね。お願いします。まず原産品と認められるためには、完全生産品、原産材料のみから生産される産品、実質的変更基準を満たす産品のいずれかの要件を満たす必要があります。これらの原産品の要件のうち、どの要件を満たして原産品となったのかを示すのが適用する原産性の基準です。こちらについても前回の動画で詳しく説明していますので、合わせてご確認ください。なるほど、適用する原産性の基準については分かりました。様式見本に記載されているアルファベットにはどのような意味があるのでしょうか？それらは適用する原産性の基準のそれぞれを表す記号です。これらの記号は EPA によって異なりますが、 CPTPP では原産品の要件が完全生産品の場合は WO、 原産材料のみから生産される産品の場合は PE、そして実質的変更基準を満たす産品の場合は PSR でそれぞれ表現されます。今回の事例では実質的変更基準を満たす産品として原産品であることを確認していましたね。はい、第三国からカナダに輸入した大麦を材料としてカナダ国内で生産したノンアルコールビールということでした。したがって締約国内での生産において大きな変化が起きていると認められ、 CPTPP の実質的変更基準を満たしていることを確認しました。
その場合、適用する減産性の基準の記号は BSR となるため、そのように記載しましょう。わかりました。DMI や ACU といった記号も例示されていますが、これらはどのような意味なのでしょうか。 DMI は菌床の非減産材料、 ACU は累積と呼ばれる減産性の基準で、減産性の認定にあたり必要に応じて適用されるものです。これらの基準も適用した場合には、先ほどの PSR に加えて DMI や ACU と記載します。なお、これらの記号は EPA によって異なるため、各様式見本またはその記載要領を確認するようにしましょう。次の項目は、特定の期間に同一の産品を2回以上輸入する場合に記入します。今回の産品について2回以上の輸入を予定していますか。いえ、1回限りの輸入です。それでは今回は記載不要ですが、同一の産品を繰り返し輸入する場合は、その期間を記載することによって、当該期間においてこの減産品申告書を包括的に使用することができます。ただし12ヶ月を超える期間を記載することはできないので、注意が必要です。わかりました。次の項目はその他の特記事項です。 CPTPP の場合は通常記載する必要はありません。次の項目で最後です。ここでは宣誓文の内容を確認し、同意する場合には作成年月日と作成者の氏名または名称を記載します。また本減産品申告書の作成者の該当する欄にチェックを入れます。今回は輸入者である弊社による自己申告なので、輸入者欄にチェックを入れるのですね。はい、その通りです。なお、輸入者の代理人として通関業者が作成することも認められています。これで減産品申告書が完成しました。産品が減産品であることをしっかり確認できていれば、減産品申告書の作成は難しくありませんよ。はい、思ったより簡単でした。ありがとうございました。なお、参考ですが、日 EU EPA や日英 EPA において輸入者ではなく輸出者または生産者が原産地に関する自己申告を行う場合には、先ほど一緒に作成した原産品申告書の代わりに、インボイスやパッキングリストなどの商業上の書類にそれぞれの協定で定められた原産地申告文を記載するよう定めていますので、ご留意ください。この原産地申告文の記載方法については、税関ホームページ原産地規則ポータルに資料を掲載していますので、そちらをご参照ください。次に、作成した書類の提出について伺いたいのですが、原産品を実際に輸入するにあたり、輸入時に税関に提出する書類は先ほど作成した減産品申告書のみで良いのでしょうか。自己申告制度を利用する場合、通常の輸入申告書類に加えて減産品申告書を提出することは先ほど説明しましたが、減産品申告書に加えて各輸入国税関の求めに応じて関係書類を提出します。日本へ輸入する場合には、原産品であることを明らかにする書類を提出する必要があります。なるほど。原産品であることを明らかにする書類とは、具体的にはどのようなものになるのでしょうか。次のスライドで説明しますね。日本へ輸入する場合は、自己申告制度の提出書類として原産品申告書、原産品申告明細書、関係書類を日本税関に提出します。わかりました。
原産品申告書に合わせてこれらの書類もしっかりと準備します。最後に原産品の輸入許可後の手続きである事後確認と書類の保存について説明します。 EPA 税率を適用して輸入申告された産品について、輸入許可後にその産品が原産品かどうか税関が確認を行うことがあり、これを事後確認と言います。事後確認によって原産品であることが確認できない場合には EPA 税率の適用が否認されます。なお、輸入者による自己申告制度を利用した場合、事後確認は原則として輸入者に対してのみ行われます。輸入許可後であっても EPA 税率の適用が否認されることがあるのですね。そうなんです。そのような事態を防ぐためには産品が原産品であることをあらかじめ確認してから輸入申告を行うことが大切です。また原産品申告書の関係書類を一定期間保存する必要があります。 CPTPP を利用して日本へ輸入する場合、輸入者は関係書類を輸入許可の日の翌日から5年間保存することが義務付けられています。なお、保存期間は利用する EPA によって異なります。原産地手続きに関する説明は以上です。また何かわからないことがあれば、この後紹介する税関のホームページや問い合わせ窓口もご利用くださいね。はい、本日はありがとうございました。この動画では EPA を利用するときの4つのプロセスのうち、最後のプロセスである税関への輸入申告手続きについて、自己申告制度における提出書類を中心に解説しました。これで EPA の利用にあたって必要なすべてのプロセスを終えたことになります。 EPA を利用したいと思ったら、利用する EPA の原産品であることをご確認いただくこと、そしてそれを証明する書類をご準備いただくこと、この2点が大切です。同じ産品であっても EPA ごとに異なる原産地規則となっている場合もありますので、各 EPA の規則や手続きを個別に確認してください。 EPA の原産地規則などは税関ホームページ内の原産地規則ポータルからご確認いただけます。他にも EPA のご利用にあたってのより詳しい情報をはじめとした各種資料を税関ホームページに掲載しておりますので、ぜひご活用ください。またご不明な点や個別のご相談がございましたら、税関ホームページ上のお問い合わせ先や EPA 原産地センター、または各税関の原産地部門にご相談ください。本日はご視聴いただきありがとうございました。